はい、ゆうすけです。今回は2014年12月下旬に、発売した「ワンピース一番くじコロシアム決戦編」のめちゃめちゃ欲しかったラストワン賞の謎の男フィギュアスペシャルカラーバージョンをゲットしたんで、開封したいと思います。で、他にも、買ったんで、その結果も紹介したいと思います。これは1回620円で、コンビニで、引ける一番くじですね。で、ラインナップは、この一番くじの、パート1、パート2っていう前に出したんですけど、パート1の方で紹介してるんで、今回は省きます。で、はい。このラストワン賞と一緒にゲットした、景品、いや、商品。その結果を紹介したいと思います。はい。まずは J 賞のシルエットステッカーが2枚ですね。もうこれは たくさんあるんで はい。まあ2枚なんでよかったです。で、次は、はい。H 賞のカードスタンドフィギュア。全4種類のうち、キャベンディッシュですね。が残ってました。はい。じゃあちょっと開けて組み立てますね。はい、こんな感じで組み立てました。可愛らしいフィギュアですね。後ろはカード俺。って感じで H 賞1個当たりました。で、次は、はい。G 賞のピクチャープレートですね。これが2つ。ドルーシーは、これサゴスね。が2つ当たりました。これも開けますね。はい、こんな感じで、ちっちゃい、お皿で使いやすそうですね。はい。というわけで H 賞のピクチャープレート2つでした。で、次これですね。欲しかったやつ1個ありました。 F 賞のコロシアム応援タオル全2種類当たりました。いやー、よかったっす。これも欲しかったんで、サボのフィギュアとこれが欲しかったんですよね。コロシアム決戦編の一番くじでは。はい。じゃあこれも袋から出します。はい。こんな感じで結構長いんですよね、これ。で、コロシアムに出ているキャラが映ってます。ディアマンテ、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、ルーシーですね。応援タオルです。いや、これ、全然、ね、普段の生活でも使えますし、かっこいいんで欲しかったんですよね。はい。というわけで、当たりました。F 賞の欲しかった応援タオル。はい。で、ラストですね。
ラストは D 賞のメラメラのぬいぐるみです。特に狙いではなかったんですけど、結構大きいんですよね、意外に。後ろにサボとエースとルフィのシルエットがあります。ちょっと開けてみますね。はい、袋から出しました。こんな感じでメラメラの実ですね。うん、まあこれもね、座布団代わりというかに使えそうですけど、あ、でも飾っといた方がかっこいいですかね、これは。はい、狙いじゃなかったけどこれは嬉しかったです。はいはい、というわけでラストワン賞が欲しくて買ったコロシアム決戦編の一番くじなんですけど、全部で7個でしたね、残りが。はい、でメラメラの実とか結構上の方の何賞だったっけ、これは D 賞っすね、 D 賞上の方の D 賞のメラメラの実のぬいぐるみだったり、狙ってたコロシアム決戦編の応援タオルもあったんで、はい、嬉しかったですね。はい、というわけで今回のメインですね、ラストワン賞のサボのフィギュアを開封したいと思います。これは最後に買った人がもらえるやつですね。最後のくじを引いたお客様に商品と合わせてプレゼント。ラストワン賞謎の男フィギュアスペシャルカラーバージョン、後ろは組み立てる、組み立てる、組み立て図ですね。はい、じゃあ開けます。いやー、このまま飾っといてもかっこいいんですけどね、せっかくなんで開けます。はいはい、とりあえず箱から出したところですけど、やばいですね、かっこいいですね。じゃあ組み立てます。はい、組み立てました。かっこいいですね、やっぱ。で、このこの服とかズボンがちょっと分かりづらいですかね、メタリックみたいになってるんですよね、かっこいいな。こんな感じでサボ、いやー、まさか7回でゲットできるとは。もう諦めてたんですよね。で、今これ撮ってるのが2015年の1月、28日なんですけど、もう新しい一番くじ出てるんですよね、ワンピースので。それもうコロシアム決戦編のラストワン賞は諦めて、そっちやろっかなって思ってたんですけど、まだ残ってて、残り7回だったんで、はい、もうやっちゃいましたね。うん、過去に10回やったんですけど、もうかなり悲惨な結果になったんで、まあ、はい、ゲットできて嬉しいです。いや、かっこいいっすね。はい、というわけで、ワンピース一番くじコロシアム決戦編のラストワン賞のサボのフィギュアをゲットしたっていう報告ですね。はい、2015年1月下旬に発売開始したワンピース一番くじももう引いてきたんで、はい、そちらの結果の動画も出したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。